節ガチガチで開かないあなた、それは内ももの内転筋と股関節の腸腰筋が硬くなっていることが原因です。腸腰筋は上半身と下半身をつなぐ重要な筋肉で、使わなすぎて硬くなってしまうと下腹ポッコリや足が太くなる原因になります。内ももの筋肉が硬くて使えてない人の特徴としては、椅子に座っている時にこんな感じで膝と膝をつけてられないっていう特徴があります。だから今回は内転筋と腸腰筋まとめてストレッチ、股関節周りの筋肉を剥がして痩せやすくなるのはもちろん、動きやすく痩せやすい体になるので一緒に頑張りましょう。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。まずは膝曲げた状態で外に開く、しっかり閉じ切る、これを繰り返していきましょう。大切なのは普段動かさない範囲までしっかり開いて、内もも使ってギュッと閉じること。スピードは重要ではないです。しっかり閉じ切る、開き切る、呼吸は止めないようにして、腰が反って痛いよって方はちょっとお腹に力入れておきましょう。ズボラストレッチなので途中でサボっても再生速度変えて自分のペースやっても OK です。ゆるくね、最後まで完走することが大切です。一緒に頑張りましょう。 OK、 そしたら次は膝曲げたまま上げて足パカしていきます。閉じる、限界まで開いたらギュッと閉じる、限界まで開いて内もも使って閉じる。ふう、ゆっくりいいのでしっかり大きく動かす、しっかり閉じ切る。ふう、余裕があればお尻ちょっと持ち上げておくとお腹にも効いてきます。ふう、頑張ってしっかり閉じ切って、きつい、ふう、ふう、ギュッと閉じる。ふう、呼吸を止めないようにして、ふう、ラスト1回いきましょう。開き切って閉じ切る、 OK。一回足下ろしましょう。肩幅ぐらいに開いて、片方ずつ膝を内側に倒していきます。片方ずつ内側に倒す。反対に膝を立てておきましょう。ゆっくりでいいです。内もも使ってしっかり内に倒す。内もも使う感覚あれば OK です。これもスピード全く重要じゃないです。しっかり内もも使ってゆっくりでいいので内側に倒す。内もも使う感覚ありますか？感覚ない方はね、単純に使わなすぎで、ちょっと感覚鈍ってるだけです。練習すればね、分かってきます。OK。そしたら一回足伸ばして、つま先外向けましょう。この状態で内もも付け根使って真上に上げます。内もも硬くなってる感じ、こう触ってありますか？付け根のとこ、使えてる感じあれば OK です。つま先しっかり外向けておきましょう。前もも外もも多少力入ってしまうかもしれませんが、内もも付け根が硬くなってればそれで OK です。ふう、呼吸は止めないようにしてつま先ちゃんと外向けておきましょう。きつい、ふう、ふう、もしね腰痛かったりしたら反対足立てておいて大丈夫です。ふう、 OK。 逆足いきましょう。しっかり左のつま先外向けて真上に上げる。内もも付け根使う感覚ちゃんとありますか？これね、片方だけないって方いると思います。右は内もも付け根使えたのに左は使えないみたいな。しっかりつま先外向けてくださいね。で、人間なので左右差あってもうそもそも当たり前です。そんなにね、悩まなくていいです。もう左右差がある前提です。人間は右利き左利きあるので。で、もしどうしても気になるよって方は骨盤矯正の動画とかもねあるので概要欄貼っておきます。 OK。よし、次は右足曲げたまま外に開いてしっかり閉じ切る、外に開いてしっかり閉じ切る、これ繰り返していきましょう。内もも使うイメージです。限界まで開いてからしっかり閉じる。特にこの付け根のあたり触って硬くなってる感覚あれば OK です。慌てる必要ないです。ゆっくり自分のペースやりましょう。例えばね、各種目の最後の10秒サボったりとか、再生速度調整して自分のやりやすい速度を探してみましょう。ラスト1回しっかり内もも使いましょう。 OK。 逆足いきますよ。左足膝曲げたまま外開いて内もも使って閉じる、開いてしっかり閉じる。呼吸はね止めないようにしましょう。しっかり皆さん内もも使う感覚ありますか？呼吸止められてくださいね。ゆっくり大きくしっかり内もも使う。もう本当にね、運動しない方とか内ももを使うタイミングってほぼないので、しっかり意識して使いましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。ラスト1回いきましょう。ギュッと
っと、OK。そしたら膝同士つけたまま、お尻を持ち上げます。膝同士つけたまま、お尻持ち上げる。裏もお尻こうやって触って硬くなってる感覚あれば、OK です。どうですか？裏ももお尻使う感覚ありますか？膝同士ギュッとつけておくことで内もも効いてきます。どうしても上げた時に膝離れちゃうのでしっかり閉じておきましょう。ギュッと、途中でサボってもいいし再生速度変えてもいいですよ。無理ない範囲で頑張りましょう。最後まで完走することが大切です。 OK。 次、膝伸ばして肩幅よりちょっと広めに開きましょう。内外にしっかりねじっていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。これもゆっくりです。普段動かさない範囲までしっかり内外にねじりましょう。呼吸をね止めないようにしましょう。もしこの時腰が反っていたいよって方はこうやって膝曲げちゃってもいいです。膝曲げてこうやって左右に倒してもいいです。お腹にグッと力入れておくと腹筋もついでに鍛えられたりします。無理ない範囲で行いましょう。 OK。そしたら次、股関節大きく外回していきます。右足からですね、こんな感じ、大きく反時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。普段動かさない範囲まで動かすことが目的です。ゴリゴリなるよって方は痛みがなければそのまま大きく回してもらって大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回してあげましょう。できる限り大きくです。スピードは重要じゃないです。大きく普段動かさない範囲まで動かしていきましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。 OK。 そしたら逆足いきますよ。左足です。大きく外回り、こっちは時計回りですね。大きく外回し、普段動かさない範囲で大きく動かしましょう。こっちもゴリゴリなるよって方、痛みなければね大きく回しちゃっていいです。痛みがあれば痛みない範囲でゆっくり小さく回しましょう。目的は普段動かさない範囲で動かすことです。さっきも言った通り左右差はあって当然ですからね、そこまで気にしなくていいと思います。呼吸は止めないでおきましょう。この次ちょっときつい種目いきますよ。 OK。 そしたら足を上げてクロスしながら上げる、クロスしながら下ろす。腰が痛い方、お尻の下に空いてる手を入れましょう。クロス、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 クロスしながら下ろす。腰痛い方絶対無理しないで。どうしても腰痛かったら膝曲げて、膝曲げてね、この足パカでも十分内もも効きます。余裕がある人はしっかりクロスさせましょう。腰痛い方は絶対無理しないでくださいね。呼吸は止めないで。頑張って頑張って。よし、OK。そしたら膝曲げて、この状態で息吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、吐きながらお腹へこませる。お腹へこませると硬くなります。しっかり息吐いて、吐いて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 、OK。もう一回吸って、限界までお腹膨らませて、ゆっくり口から吐いて、吐いて吐いて吐いて、ふー吐いて、ふー、よし、 OK。 どうですか、皆さんついてきてますか。次、右股関節内回ししていきます。大きく内回し、時計回りです。呼吸は止めないようにしましょう。さっきね、外回し痛みなかった方も内回しで痛みあるってパターンはありえます。痛みない範囲で OK です。痛みない方は大きく普段動かさない範囲で回しましょう。急ぐ必要はないです。なるべく大きく回す。で、この内回しはね、特に内ももを使うので内ももに効いてきます。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 そしたら次、左足いきます。大きくこっちも内回しです。ずっと腹筋にね力入れておくとお腹も鍛えながら股関節回せます。今は反時計回りに回してます。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくり大きくですよ。
痛みある方は痛みない範囲でいいですからね。しっかり深呼吸していきましょう。きつかったら再生速度調整してもいいし、最後の10秒サボってもいいです。自分がね、完走できるペース続けましょう。 OK。 そしたら次、足の裏こんな感じで合わせて、を開く、しっかり伸ばしきる、膝を開く、しっかり伸ばしきる、ゆっくりでいいです。繰り返しましょう。しっかり膝開いて伸ばしきる。これも腰痛い方、お尻の下に手を入れてください。しっかり開いて伸ばしきる。腰痛い人絶対無理しないでくださいね。痛いの我慢してやってもね、何もいいことないので、もし分かんなかったりしたらコメントでね、どんどん質問ください。しっかり膝開いて伸ばしきる。頑張って頑張って、呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 そしたら次、右向きで横向きになります。スマホ持って右向きになりましょう。そしたらスマホ床に置いておきましょう。左足を前に出してこの感じで右足持ち上げます。右の内ももを使って足を持ち上げます。手でね、こうやって内もも触って硬くなってれば OK です。特に付け根のあたりね、硬くなってるとめちゃめちゃいいです。で、これもスピード重要じゃないです。ゆっくりこうやって高く上げても OK。 内ももを使うことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。こうやって首上げてると疲れちゃいますからね。ラスト1回、よっしゃ、 OK。 そしたら1回両膝曲げましょう。この状態で膝と膝離す、膝と膝離す、お尻の横を使ってる感覚があれば OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。お尻の横使う感覚ありますか？ NG パターンはこうやって後ろに体が倒れちゃうと NG です。骨盤は固定しておいて膝だけ離すってイメージです。呼吸を止めないようにしましょう。頑張って頑張って。ラスト1回しっかり開いて OK。 そしたら次、もう1回左足前に出して右足を持ち上げてくるくる回します。ずっと内ももを使ってるイメージです。なるべく床につけずにくるくる回す。膝はなるべく伸ばしておきましょう。内もも使ってる感覚ありますか？くるくる回してくださいね。この時ね、骨盤が床当たって痛いよって方は柔らかいところでやってください。ベッドの上でももちろん OK です。しっかり内もも意識して、なるべくくるくる大きく回して、呼吸は止めないようにして頑張って。あーし、 OK。 そしたら一回右足前出しましょう。この上の左足股関節大きく回していきましょう。外回しです。時計回りのイメージですね。大きく、普段動かさない範囲で回しましょう。これも痛みなければ大きく回して OK です。痛みある場合は痛みない範囲で行いましょう。皆さんどうですか？内もも結構疲れてきましたか？明日ね、内もも筋肉痛来たりしたらもう最高です。聞いてる証です。ただ筋肉痛ってね、個人差あるので、来なきゃいけないってわけじゃないので安心してください。よし、 OK。 そしたらこんな感じ、左足を後ろに立てておいて、右足を曲げ、伸ばし、しっかり曲げ切る、伸ばし切る。ずっと床から浮かせた状態で曲げ切る、伸ばし切る。この内もも触って硬くなってれば OK です。これもスピード重要じゃないです。しっかり曲げ切る、伸ばし切る。もし膝が痛い方とかいたらね、膝が痛くない範囲でいいですよ。曲げ切る、伸ばし切る。内ももしっかり意識して。で、この次の種目から逆向きになります。スマホを持って寝返り打ちますよ。準備ですか？しっかり曲げ切る、伸ばし切る、曲げ切る、伸ばし切る。 OK。 スマホ持って寝返り打ちましょう。逆向きです。スマホは顔の前に置いておきましょう。右足をこんな感じで前に出して左足持ち上げます。左の内ももを使う感覚あれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、皆さんのコメント見てると結構こうやって横向きの時に頭上がっちゃって首が疲れてる方多そうなんで、首はこうやってつけてていいです。枕がなければセルフ腕枕でもいいです。首は疲れないようにしましょう。で、内ももしっかり意識してくださいね。内もも意識してゆっくりでいいですよ。内もも使うことが目的、スピードが目的じゃないです。よし、 OK。 両膝曲げましょう。膝と膝離す、
お尻の横使って膝と膝離す。お尻の横、こうやって手を添えて、あ、動いてるなって感覚あれば OK です。呼吸は止めないでくださいね。しっかりお尻の横意識して。で、今もね、結構コメントで質問いただくこと多いんですが、基本的には概要欄に貼ってあるズボラストレッチの教科書と僕のサブチャンネルで解説してますので、まずね、そっち見ていただけるとすぐに答えがわかるかと思います。 OK。 そしたらもう一回右足前に出します。これで左足浮かせてくるくる回します。くるくる回す。膝伸ばしたままくるくる回しましょう。内もも使うことが目的です。骨盤当たって痛い方、下にタオル引いてもいいしね、柔らかいところでやってもいいです。ふぅ、ちゃんと頭ね、床につけてといいですからね。頭は浮かせなくていいです。ふぅ、呼吸は止めないようにしましょう。きつい、内ももめちゃめちゃ効きますね。さすがにちょっときついな。よっしゃ、オッケー。左足一回前に出して、右股関節大きく外回ししましょう。呼吸は止めないようにしましょう。なるべく大きく回す。ゆっくり大きくですよ。痛みない範囲でいいですからね。大きく大きく。きつかったら再生速度調整したり、サボったりしていいですからね。最後まで完走することが大切です。OK。そしたら、こんな感じで、右足は立てておいて、左足、曲げ伸ばし、曲げ切る、伸ばし切る。スピードは重要じゃないです。しっかり曲げ切って伸ばし切る。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかり曲げ切る、伸ばし切る。で、僕はね、相変わらず、エアコンすごい弱くつけたりとか、もしくはエアコンなしで撮影してるんですが、見てる皆さんはエアコンガンガンの部屋でやっていいですからね。もちろんあのホットヨガみたいに暑い部屋のがいいんですけど、熱中症になっちゃうんで皆さんはエアコンつけてください。もうこれは僕からのお願いです。 OK。 そしたら次、うつ伏せになります。スマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前にこんな感じで置いておきましょう。そしたらべちゃっと寝ちゃって、膝と膝つけておいて、お尻の穴をグッと締める、緩める。お尻の穴グッと締める、緩める。お尻の穴にグッと力入れた時に内ももも力入るの分かりますか？お尻の穴をグッと締める、緩める。グッと締める、緩める。呼吸は止めないようにしましょう。しっかりお尻と内ももを意識してギュッと力入れて、簡単そうに見えて結構きついです。しっかりお尻の穴締めて、ラスト1回ギュッと締める。 OK。そしたら次、膝同士つけたまま両膝を曲げ切る。膝同士つけたままですよ。しっかり曲げ切る。裏もも内ももに効きます。しっかり膝と膝つけておいてくださいね。ゆっくりでいいです。かかとをお尻に近づけるイメージで、しっかり裏もも内もも意識して、スピード重要じゃないですよ。しっかり曲げ切ることが重要。呼吸は止めないようにしましょう。上半身はね、こんな感じでべちゃって寝てもいいし、ちょっと起こしてもいいし、楽な体勢自分で探してみましょう。ラスト1回しっかりギュッと曲げ切る。 OK。 そしたら次、ちょっと休憩の種目です。かかとでお尻タッチするイメージ、こんな感じで交互にパタパタ動かしましょう。これもそんなスピード重視じゃなくていいです。ただね、裏ももとお尻の境目あたり、こうやって触って、あ、動いてるなーって感覚あると OK です。ふぅ、このね、だいたい内もも付け根の脂肪が落ちない方、もう裏ももお尻の筋力不足、裏ももお尻使わなすぎって方がほとんどです。しっかりね、そこを意識して使ってあげましょう。裏ももお尻、めちゃめちゃ女性は大切です。呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 そしたら次、両手を耳の横についてぐっと上半身起こします。肘伸ばしきると腹筋伸びてくると思います。ちょっとね、こうやって顎上向けたりするとより伸びます。腰が反って痛いよーって方はこんな感じで肘ついて、腰が痛くない範囲で OK です。ちょっと顎上持ち上げれば腹筋が伸びてくるはずです。結構前半の上向きに寝てやる種目で、あの腹筋使う種目多かったので、使ったらしっかり伸ばしてあげましょう。腹筋使ってばっかりだとね、ボディビルダーみたいに猫背になっちゃうので、
腹筋伸ばすこともすごい大切です。オッケー、次四つん這いになります。で、足は肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、このままお尻を後ろにグッと引く。つま先は立てておきましょう。後ろにグッと引く。 NG パターンはこうやって腰が丸まっちゃうと NG です。軽く反らせるぐらいのイメージです。しっかりお尻後ろに引いて、かかとにお尻が近づくぐらいまで後ろに引きましょう。これもスピード重要じゃないですよ。軽く腰を反らせて、しっかりお尻後ろまで引く。肩腰痛い方、痛みない範囲で OK です。しっかり後ろに引く。ラスト1回いきます。ぐーっと引き切る。 OK。 そしたら最後内ももストレッチやっていきます。こんな感じでですね、膝はできるだけ開く、膝同士をなるべく離す。で、その状態でちょっとね、お尻後ろに引くと内もも伸びてくると思います。膝と膝はなるべく離しましょう。僕はちょっと硬いんでこれぐらいしか開かないですが、いける方はもうちょっとこうやって開いてもいいです。内もも伸ばすことが目的です。膝を外に開いて、お尻ちょっと後ろに引けば内もも伸びると思います。内もも使ったのでね、最後しっかりこうやって伸ばしてあげることで血流良くなってね、こうリンパの流れも良くなって痩せやすくなります。で、全然物足りないよって方は概要欄に追加の動画貼っておきますので、ぜひこのまま続けてやっていただければと思います。インスタ、ツイッターも毎日更新しているので、ぜひフォローお願いします。で、ズボラストレッチ初めての方、効果実感するために最初3つぐらいは試しにやってみてほしいです。動画3つぐらい試しにやってみましょう。OK です。最後までお疲れ様でした。素晴らしいです。よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。